はい、ウェブデモの川崎です。ですね、ブログをですね、毎日こうやって続けているわけなんですけど、だいたいね、多くの人が、本当毎日頑張ったんだけど効果出ないねって言ってやめちゃうことが多いんですね。で、実はね、こうやってブログ続けたり、今継続して、これ営業ごともみんなそうなんですけどね、学習したり成長するってことはみんな同じなんですけど、これはですね、こんな感じにはいかないですね。こんな感じっていうのは、はい、今ここはスタートだとしますと、ゴールですね。でみんななだらかにこうやって斜めにね、日々成長し、これ時間軸ですけど、はい、日々ねこうやってまっすぐですね、だんだん良くなると思っている方多いと思うんですけど、実は何でもそうなんですけど、学習したりね、例えばサッカーの練習してもそうなんですけど、なかなかうまくならないんですよ。最初は練習してても、最初はね練習してても、なかなかうまくいかないですね。まあ、ある時突然ねこうやってグッて伸びるんですね。でまたそのポイントがあってからなだらかに、伸びなかったりね、停滞してる時期があるんですね。でこれでまたずっと我慢してこらえてやってるとまた伸びると、でまた停滞して伸びるっていう風に、人間は成長していくって言われてます。はい、一直線でこうやってはいかないんですね。もうこうやってね、辛抱してるこの踊り場みたいな時が必ずあるんですね。これであるポイントでガンと成長がするっていうことになるんですね。はい、あるいは突然最初滑り出し良くても企業の成長も一緒ですね。落ちるときは落ちて、またそこで頑張って最後にうまくいくと、はい、こう波になったりこう階段状になったりね、はい、やっぱり成長っていうのはこういうまっすぐにはいかないんです。はい、ですのでこのポイントで、こういうポイントでいかに頑張るというのが必要なんですね。今回、ブログとか動画もそうなんです。アクセスが上がって問い合わせがあるのは、こういうポイントが来るのを、頑張ってですね、そこまで続けるしかないですね。ただ単に続けてもダメなんですね。日々悪かった点とか改善しながら、続けていくと、それが大切になってきます。はい、諦めずにね、頑張ってやることが大事。あとやはりお客様に対してどういう情報が役立っているのかとかね、そういうことを日々考えて、どういうことを出すと例えば Facebook でいいねが増えるとか、ちゃんと計算を計算といいますかね、検証してやっていくことが大事になりますので、ね、ただやみくもにね、毎日やってましたって言っても伸びません、ね、いつもお客様に役立っているかどうか自分で確認しながらね、いい記事作ろうと思いながらやっていくこと、これが必要になってくると思います。成長はなだらかではなくですね、もう階段のように徐々に上がっていくってことをお忘れないでください。例えばね、大きな目標を掲げるんじゃなくて、小さな目標をね掲げて、ワンステップワンステップずつ上がっていくと、そうするとですね、途中で嫌になったりしないで、小さな目標をどんどん積み重ねていくっていうことが大事になってきますので、ぜひそこのところ忘れずに継続してやっていきましょう。たかだかね1年ぐらいで大きな差が出ます。はい、一生差がつくものですので、もうこれ勉強とかみんな一緒です。はい、どこで頑張るかだと思いますので、ぜひ皆さんも頑張ってやってみてください。はい、今日はこの辺で。